運びますってなった時に、ここの、ここで着水で、ここのロックが1個外れます。で、これがビューっとしていって、いきますよ。で、シャクルと、こんな感じで。木の何センチするか、木の40センチ。いや、木の60なんぼ出てます、ね。やべ、木の60センチ台が出てるってさ、すごいな。これから多分、もっとサブになったら、もっともっと大きいの出てくると思うんですけど。あ、そうね。うん。うん。おはようございます。今日は、ここ、平磯海釣り公園ね。はい。に、朝からやってきました。いい感じですよ。はい。今日はここで、遠投、カゴ釣りで、マダイを狙います。あと、ちょっとエギング調子がいいんで、朝一ちょろっと僕は、エギングでアオリイカを狙いたいと思います。頑張るぜ！助っ人、いっぱい呼んでます。熊川さんね。熊川さん。おはようございます。熊谷です。熊川さん。はい。それと、たるみ店、田中さんね。おはようございます。田中です。はい。行きます。チャック開いてないやろね。前なんかチャック開いとったんやで。もう何十年も平磯に通ってる名人さんですよ。お店にもう毎週絶対来ます。絶対に来る重鎮なんで。はい。そしたら今ちょっとカゴ釣りがめちゃくちゃよく釣れてるんで、遠投カゴ釣りやっていきたいと思います。まずこれ浮きアポロ遠投機ですね。これとあとこのアポロ一発カゴっていう、まあ遠投カゴ用のこういうカゴ使っていきたいと思います。あとこの天秤、遠投カゴでこういう天秤がいるんで、天秤にあと仕掛けがついてる感じ、この感じでやっていきたいと思います。そしたら餌つけていきたいと思います。餌、まず刺し餌からつけていきますね。エビ、これをこの尻尾のところちょんと一発こんな感じつけていく。で次にこのカゴに針入れちゃいます。こんな感じ入れちゃって、でペットボトルの蓋切ったやつなんですけど、これをこの中に入れちゃいます。ちゃってカゴにこのままピン。したらこうやってエビが中に入った状態になります。これであとは蓋を閉めて、でここを引っ張ってあげる。この一番下を引っ張ってあげたらもうこれでロックされて開かない状態になってるんで、あとは投げるだけです。バーッと投げたら海面に着水したらここのロックが押されます。でスーッと沈んでいって釣りたいとこまで行くと、あとは竿をしゃくるんですけど、しゃくったらこうやって開く。見ててくださいね。こんな感じでエビが出ていきます。ここにエビ入れていただいて閉めません。でここでロックする。じゃあこれで今何も振っても出ない状態なんですけど、これが飛んだイメージで飛びますってなった時に、ここの、ここで着水でここのロックが1個外れます。でこれがビューっとしていっていきますよ。でシャクルとこんな感じでエビが出ていきます。この遠投浮きなんですけど、なんでこんな形してるのかっていうんですけど、まずこの遠投カゴって50メーターとかもっと飛ばす人が100メーターとか飛ばす人もいてるんですけど、それを飛ばすときにこの形だとよく飛びます。あと、まあ、遠くに投げるんで当然浮きが大きくないと、浮きが沈んだかどうか当たりがあったかどうかってわからないんで、こんだけ大きい浮きになってます。この浮き実はあの航空力学に基づいた浮きらしいんで、このアポロ浮き一回使ってみてください。遠投カゴ釣りのタックルなんですけど、まず竿はそうですね、遠投竿、磯竿の遠投竿の3号から4号ぐらいを目安で、選んでいただけたらと思います。リールはだいたい4000番から5000番ぐらいのリールつけてあげたらより楽に釣りできるかなと思います。まあ私は今 P ラインの2号を使ってますけど、ナイロンの糸だったらだいたい3号から5号ぐらい目安で選んでいただけたらと思います。こんな感じで割とギリギリまで巻いてください。こんな感じで浮きを、ね、でレール上げて投げるんですけど、こち
後ろを見てもらって、こんな感じで。投げます。こんな飛ばします。多分今ので50メーター以上は飛んでると思うんですけど。で、今あれ、浮き立ってるの分かると思うんですけど、浮き立ったら少し待ってあげてから、こうやって糸を張って、しゃくってあげます。そしたら、今さっき説明したみたいに、エビが海中に出ていった状態になるんで、ここであとは当たりを待つだけっていう形です。この釣りは、狙える魚は今、とりあえずタイが一番メインのターゲットで、次が青物、今この時期だと青物で、あとはグレがメインのターゲットになります。で、今こうやって投げて流していってるんですけど、たまにこうやってちょっとこう糸張ってあげて引っ張ってあげる、こういう誘いを入れてあげたら、より魚が釣れやすくなります。あ、なんかちっちゃいのおりますね。何かな多分タイヤと思うけど、ほい、20センチちょっとかなぐらいのタイ。もう塩寄れてて、なんか釣れそうやな。ここで聞いとったらね、この糸がね、あの引っ張っとる糸がリズムを取ってたら、これシャンシャンいう糸の音でね、はい、あ、この人はだいぶやってはんないのすぐ分かる。あ、すぐ分かる。あ、分かります。どうすか、どうすか。いい音しますよ。ありがとうございます。ピアノで言うたら、ちょっとコンクールいたらいけますね。あ、そうですか。釣れる釣れんよ関係なくてね。サオリ何年今から。あ、ありがとうございます。だって褒められたよ。もういいです。ほんま気になってね、下手な人の音を言うとは、もう雑音に聞こえる。ガタガタしょってね、はいはい、あ、そのリズムやったら釣れへんなっていつも思う。シャキャッと投げてもね、ふけっくんなやるわ。あ、うまいわ。そうですか。一投目でカワハギ来ました。これ普通の胴付きのうちのオリジナルですね。で、イサは青磯目ちぎってつけました。結構サイズいいですよね。サイズ手のひら前までね、ちっちゃかったんですけど、15あるか。まあでもこれ、いって、ここ、トゲ気をつけてください。おー、狙い通り。狙い通り。さっきよりちょっとちっちゃくなりましたけど。ギョンって穂先20センチぐらい持っていくような当たりやったんですけど、乗らんかったらイカパンチだけやった。乗りませんでした。その後追い食いっていうか追い抱きしなかったですね。残念。でもまあイカはいますよ。はい、叩いてます。トントン。多分ね、ちっちゃいです。20あるかないか。よっと。よっと。ちょっとサイズアップ狙っていきます。諦めません、釣るまでは。さっきのあたり、あれが全てかな。あ、釣りたいな。アオリイカ、夕方の方がいいですか。あ、夕方いいです。イカは夕方です。へえ。この隅に惑わされないようにしてくださいよ。あ、そうなんですか。私なんか牧場でね、真っ黒くなって原液やるとか行為か。で、水に薄めてこうパッと巻いたら煽りか。はいはい、はい、人が行きたくて、わしは釣りたいところは横の方へ全部巻いてくるんですよ。ほんとはイカの人はそこで頑張ってるわ。あ、そうだよ。惑わされたらいけないらしいです。まあ、だけどそれでもやっぱ釣る人は釣るんだもん。あ、上手い人はやっぱ釣りますよ。あ、そうですか。
場所も長いからここ。ああ。マックさんなんか初代のあの店長からずっと知り合いだから、ね。ああそうですか。長いですよ。ありがとうございます。あそうです。浮気せんと。もうお家におる時間よりこっちの方が長いですね。あ下手したらね。かわいい。小さいな。昔なんかこんなチャリコのタモーって言うたらさ走ってったらちっちゃいタイヤ。タナさんもそれ言うたらいいやつ。タモー言うて。はあ言う。恥ずかしいじゃないですか。タイはタイやないか。叱られた。お、面白いですよ。まあどうやろう。五六匹目。めっちゃ釣れるこのサイズ。はい、おばさんです。あ、はい、ありがとうございます。餌のスペシャリスト。いいいい。おばさんが助っ人にやってきてくれました。はい。バンバン釣ってくれると思います。これから頑張ります。僕は今エギングでほげてます。ダメだ。当たりがない。一回だけしか当たりがない。あの大阪のおばちゃんなんであのヒョウ柄好きや知ってます？ヒョウ柄が好きでしょ？ヒョウ柄。ヒョウ柄ね。あれなんで？あれはですね、もう女辞めちゃったんですよ。そんなことないでしょ。だから本人は辞めないけど、もうあれを来た時点において、はい、表現するって言いますやん。あ、はい、だからあれは完全にそうです。女性なんだけど、もう女やめて。あ、そういうことですか。私やめました。表現っていう意味ですね。表柄を着るということは、来たらもう表現するんです。基本的にはもう男ですわ。あいたそんなこと言ったらやっぱ今捕まりますよ。怒られますよ。怒られますよ、マイノリティ。それはカットですよ。怒られますよ。それはここだけの話や。カット。あ、カット、カット。カット。カットです。カット。怒られますよ。あ、もう一回あったねー。ほい。ちょっとサイズこまいけど、遠投したら投げカワハギ。これほんと簡単な仕掛けです。天秤もうちのオリジナルのやつの使い古し。これで8号ですね。ちょっと軽いかもしれないけどダブルできました。これがね2個連なったら20っていうことでいい感じ。この2号の竿のこの曲がり慎重に頼もう。何も言う。うん。これで曲がってたら無理よ。それで遊ばそう。横へ走ってますか？いやいや、多分青じゃないと思う。単位も。青もかな？なんか浮いてて。浮いてた。青もだよ。青もだよ。最後はもうバッチリじゃん。大きくなる。よっ。あ、ちょっと。あ、いいやつだ。はい、走る。持ってかれる。今ね、またそこです。いた。針外れた。まあそこ、カゴまで何本入れたかな？ 8 メーター。で、針数2メーター半ぐらい。去年もね、青もん釣れたんそこやったんでしょ。なんでか知らんけど。いい感じです。やっと釣れた。今海ちょっと汚さんと魚来ませんよ。もうあのリンも全部あの窒素リンみんな足らんからね。増えないんですよ。はいはいはい。もう海ほんま綺麗になっとんやわ。それと温暖化のこの浅すぎて、毛管圏が育たんのと、貝がもう、だから地でもフラフラちゃう。食い物ないでしょ。そうですね、うん。意外少ないですもんね。意外少ない少ない。昔と比べたら全然少ない。それで、はいはいはい、あの海がこの辺で一番にもういいなあいうバロメーターは、雨降らしがおらんや。昔あの、ベロンベロのあの、ねちょーんとしたやつおったでしょ。はいはいはい、あれがおってくれたら、あの、正常ない。もうおらんやと思った。そうですね、確かに。海藻が悪いから。うん。だからこの平磯でももうここ10年以上になってものすごい消えましたよ、魚の魚種。今最近ではキスがおらないでしょ。ああ、そうですね。あんま釣れないですね。それから天候違うのでしょ。それともう一つこの、あの、刺すやつ。ヒメオコゼ。
ほとんどそれになった。あ、そうですね。ほんまになった。まあ一番大きい原因はイワシもおらんから。はいはい、今来とるやつ、こんな小さい、なんていうイワシか知らんけど。カタクチイワシですかね。あ、カタクチの子供か。うん、もうちょっとなったら、ウルメとかあんなの全然おらんもんね。いないですね。私、マイワシおったんですよ、でっかいの。はいはいはい、はい。私、トガ見かけた時に、あの魚に引っ張られたんだから。いっぱい入っとって。バケツにね、あの5、6杯ありましたよ、こんな大きなバケツに。すごい。20センチオーバー。すごい。もうね、3日間みんな壊されましたよ。でも、あの、取った時の、あの、生姜醤油で食うやつはもううまいですよ。そうですね。マイワシ美味しいですね。なんかこう、釣りって、あの、隣の人たちとお話しするのとか、すごく楽しいですよね。あれ、のりちゃん、のりちゃんって言うんです、あの、おじいちゃんのりちゃんだってのりちゃん、そやんな。そして最後は一緒やな。お入りください。せーの、えい。おお、めっちゃ飛ぶやん、これ気持ちええな、こんだけ飛んだら。さあ来い、さあ来い。光って浮きが見えん、どこにおる。シラサさしえで朝一番のやつぐらいの。おお、おお、さっきあのチャリク引っ張ってきたら後ろからブリが来たよ。ボーティー来よった。でっかいの、でっかいのボスに来よった。おるんや、の一応飲もうとしてんねん。飲ませしたら釣れるかもしれない、ね、いや、それ飲ませしたら逃げてくんよ。飲ませしたら逃げてくんや。飲ませしたら逃げんねん。そういうもんですね。あのブリもね、ちゃんとあの下から覗いてやね、こりゃスターがおいないな思ったら来えへんのよね。ここは舞台やから、だからいい男が来たらくれるし、いい女やったら釣るんよ。わしが来たら魚逃げてまいおうな、全部。おお、でかい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 。あと40やったら炊飯器に入れへん。いいじゃない。綺麗やな。やっぱ40をこれで数をこなして通って、そうですな、一発目で釣ろうというのはちょっと、はい、まあお持ち帰りはあの自分が食べる分だけでお願いしますね。はい、いっぱい釣れますけど。昨日何センチ釣れた。昨日40センチ。いや昨日60なんぼ出てました、ね、やべ、昨日60センチ台が出てるってさ、すごいな。これから多分もっとサブになったらもっともっと大きな出てくると思うんですけど、ね、うんうん、夢がある釣り場ですね。そうですね、はい、ぜひやってみてください。夢がある釣り方と夢がある釣り場だ、はい、これマムシです。これマックスマムシ。見てこんなやで、針のね、ここの脳天入れなあかんね、ここ押し込んでね、こうこいつをクッと硬いとこクッと押さえ込んで、カチッと入れた、これカチッと入れたら入っとんね。それでまだこれ託し上げるのは、ちょっと上の方。あんまり上げない、これ、ふぐにやられるから。いいよ。いいよ。ほら、これ、こういう具合なんですよ。こういう具合に。針がここにおります。はい、顔出しますよ。これはバッチなんよ、餌は。投げんのもこんなんやで、ね。指引っかかった。ほら、今当たったんよ。あ、おるけどな。気分かいどう。でかい。でかいじゃん。すごく微妙。多分いる。いらんやん。多分全部消化。下がっといて。ほい。よいしょ。はい、定番ゲスト、綺麗な鯛です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、マダイは籠釣りで結構釣れましたね。10匹
匹以上釣れたんですね。すごいな、はい、垂水店にご来店いただきましたら田中さんと小松さんが、はい、教えてくれると思いますので、はい、ぜひぜひご来店いただきまして、マダイをね、はい、釣っていただきたいと思います。青物も釣れますもんね。青物、はい、はい、お任せください。青物とカワハギならカワハギと、そうですね、僕今日エギング担当やったんですけど、エギング朝ワンバイトちょんってあっただけでもうダメでしたね。その後は何にもなく平和な海に戻ってしまいましたんで、はい、また楽しい釣り皆さんで行きましょう。はい、はい、今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。またね、さよなら。これが釣れなかった人の顔ですわ。もう疲れて足がね、これポールにこう、これ全然足があんまりいかないんですよ。重たくなります。魚が釣れたらもっとパッパッと帰ります。